そしてポッピーちゃんは昨日ぶりで、メロンちゃんは、10月ぶりかな、はい、GPR さんグループにチームさんに呼んでいただき、今日はお邪魔させていただきました。イエーイ、ありがとうございます。マーブルマーブル、最初にやった曲はですね、私の大好きな、アイドルのミポリン、中山美穂さんのカバー曲の派手という曲です。もう派手でしょ。はい、だからカバーさせてもらいました。そして最後、この後やる曲を、今回発売したシングルになっておりますので、ちょっとでもいいなって思った方はぜひゲットしてほしいです。そちら8センチ CD になっておりますので、なんかもう見ました、さっきと、ですけど、ダウンロードコードもついてて、ちょっとプレイできないなっていう人も、聞けるようになっておりますので、ぜひぜひ今日ライブ良かったなって人、まだ待ってる人、ぜひゲットしてくださいね。今日買っていただいた方が特典いっぱいあって楽しめますので、ぜひよろしくお願いします。それでは、新軍の表題曲になっている曲聴いてください。誰それ
今日はありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそね、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。3組の合同リリースイベントでしたよね、そうだね、はい、皆さん CD をいっぱい買いましたか？ティーナカちゃんのあれなんだね、あのこういうやつ、発声やつ、あれめっちゃいい、あれ、次パクらせてもらおう、ね、しよう、そう、ティーナカパクろうと思ってたのに、ね、やばい、みんな発声中になっちゃう、GPR どん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 ちっちゃくなっちゃう。じゃあ最後、はい、するあの写真時間とか、そうですね、写真時間をやってね、なんか告知とかは、あ、他ブログさん、じゃあ改めて、改めて告知、あ、そうですね、じゃあ改めて CD 以外ですと、はい、3月の25日に、渋谷ラママさんにて、主催イベント激マムトリコロールっていうね、昨日の出てきます、出て1回目に出てくださったんですけど、イイ、あのその第2回が、3月の26日に開催いたします。イエーイ、そんなわけで今日初めて見た方もぜひツイッターとかフォローしてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。はーい、メロンはですね、CD リリースがあって、その後にあの全国ツアーを予定していまして、5月の25日川崎クラブチッタでワンマンライブをやりますので、皆さんよかったら遊びに来てください。はい、ポッピーは最後に一つがジョイサウンドの方で配信されております。ジョイサウンドです。ジョイサウンドです。間違えてね、ダム入っちゃって、この前ダム入っちゃって、そう、ただカラオケしてただけになっちゃって、2人で、そう、2人で行ったのに、ダムしてただカラオケしただけ、みんなジョイサウンドです。ジョイだからね、お願いします。あと今月末まで、その最後に一つがテレビ東京のオールナイトミュージックの方で流れていますので、それも夜更かししてチェックしてください。イエイイエイ、以上です。じゃあみんな、うん、はい、写真撮ろう。1分間撮影と車椅子だそうよ、一つの塊に。じゃあ、ティーナカちゃんも座らせようか。あ、そう、写真を撮って、ティーナカちゃんも座らせてください。これ絶対ライブの時邪魔だったでしょ。なんか中村が色が一緒だから大丈夫だ。相性いい、相性いい。私、足悪くないよ。言いたいこと言ってます。じゃあ行きます。よーい、スタート。お姫様みたい。目線欲しいよっていう方は手を挙げてください。サングラスマンどこにいる？あ、サングラスマンいた。似合わなすぎて、似合わなすぎて見つけなかった。なかった。サングラスマンです。すごい、びっくりするほど似合わないですよね。びっくり。みんなアピールしていいんだよ。ちよちゃん、ね、そういうアピールじゃない。こっち向いてってやつ。俺の存在をってことじゃないから。気になった方、小さい人、お願いしていただきます。とかみたいな。じゃあね、はい、決めますか。はい、はい、はい、じゃあこれからもね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。次3月ありますか？次3月、赤羽さんは3月か。そうだね、メロンは3月の11と15日の発売日にもここでイベントやらせてもらいますので、誕生日よ。え、パリウス、イエーイ、誕生日、おめでとうおめでとう。まあ、まだだよ。みんなを、まだあげなくていいよ。なんでよ。じゃあね、今日もね、
この後の特典会までね楽しんでいきましょう。というわけで以上、私たちメロンパフェはゴーゴーとポンポニーとマブルマブルでした。ありがとうございました。写真からのチェキでお願いします。